したらいいのやら。地獄のあまりの恐ろしさに魂のままでいられず、体に潜り込んだのが運の月。押し出されたジンクロウの魂が大鬼に見つかって、あっという間に食べられてしまった。わらわ一人では来た道を戻るのは無理というもの。いつまでも隠れて泣いていても仕方がない。ジンクロウの魂が食べられたのもわらわの臆病がもとなら、悪人とて放っておかれようか。こうなったなんだなんだ、おめえまだ生きとるが、ここは地獄だっぺ。鬼にかじられても文句は言えねえべ。どうかお通しくださいませ。鬼の大将様に御用があって参りました。うん、親瓶に御用とな。嘘でねえなら勝手に食っては大目玉を食らうべ。仕方が、もしてのまみの人間がこんなところにおるだ。そういえば大暴れしてるやつがおると報告があったが、おめえか。これこの通り怪しいものではありません。鬼の大将様に御用があって参りました。なんだべ、そそとした物腰で。報告とはえらい違いじゃ。もし人違いだったら面倒じゃ。ええ、行くがええだ。生きたまま地獄に迷い込んでくるとは間抜けめえ。わしがエンマ様よりここら一体の地獄を任されとる大鬼よ。あなた様にお願いがあって御前に参りました。何とぞお聞き届けくださいますように。己の業の罪滅ぼしにせめて最後の一膳、あなた様をおもてなしさせていただきたいのでございます。お前がわしをもてなすとな、何も持っておらぬではないか。仏が虎に我が身を差し出した例えもございます。功徳を施すと思って何とぞわらわをご賞味くださいますよう。なに、自ら送ってくれと申すか。骨張った亡者の肉には飽き飽きしていたところだ。肉好きのいい娘なら願ってもない。いざ食わん。お待ちください。私もお膳に登るなどめったにあることではありませんから、せっかくなら一層おいしく召し上がっていただきたく存じます。都で大層流行なのが、生きたままつるりと飲み下して喉越しを楽しむという魚の食べ方でございます。あなた様もぜひこの味わい方を一度お試しくださいませ。人間の流行りと言われれば気になる。そのようにうまいなら一つそれで食ってみよう。噛まずに飲むのじゃな。どれ。あうま。でかしたぞ桃姫。我ながら間抜けな幕切れに呆れ果てておったが、まだ運は尽きておらなんだ。Yeah!
りはお助けを。この大鬼の大将が鳴神の城から蔵ごと持ち去った黒蜜の太刀はどこにある。正直に答えねば舌を抜くぞ。おめえもあの刀を探してんのか。オラがあの蔵にあると踏んで親子に出張ってもらったんじゃが。どんな目算違い、刀は影も形もない。親子にくっぴどく絞られたのよ。嘘じゃねえ。地獄組んだりまで出向いて無駄足とは。残念じゃがエンマに見つかる前にずらからねば。お嬢ちゃん、地獄は初めてかいな。まあ焦らんで一服していきなあれ。何でやねんと思ってるやろ。近頃仕置き用の獲物を盗んだ奴がおるらしゅうて、亡者を痛めつけるせめぐはエンマ様の管理になったんや。ゆで釜一つ使うのも手続きがややこしゅうて、仕置きも長い順番待ち。鬼の方がヘトヘトや。どっちが罰受け取るかようわからん。こんな時はのんびりやった方がええねん。フグはうめえが、板前代をケチって自分で裁くもんじゃねえやな。てきめん当たって撃ち殺よ。いや、俺の答えだ、俺の答えよ。それより息子の八十八のことだ。情けなくって父ちゃん涙が出てくる。あの野郎、こともあろうに俺の葬式代をケチりやがった。おかげでこっちはこれこの通り地獄に真っ逆さまよ。どうせあいつもうっかりこっちへ落ちる口だろうから、来たら鬼に代わって俺がこってり仕置きしてやらな。お主は。わしは悪事が公儀の知るところとなり、証拠も明白、言い逃れも聞かず打ち首となったわ。おお、鳴神の悪代官か。腰の重いお上にしては手際の良い処罰。桃姫の留飲も下がろう。かつての主従が今ではこうして地獄に落ちた者同士、これからは仲良くいたそうではないか姫。こっちは冷やかしできたまでよ。お主の消息は良い手土産、もう会うこともあるまいて。鬼どもと達者で暮らせ。旦那様、よくぞご無事で。お探ししました。てっきり鬼に捕らえられエンマ様のもとへ連れて行かれたに違いないと諦めかけておりました。ここで極卒らに見つかっては元も子もない。話は後にして急ぎましょう。ご案内いたします。そうでございますか。黒蜜の太刀はどこに行ったか皆目行方知れず。はて、これからどうしたものか。ここで素直に諦めるようなら、元より日陰は歩いておらぬ。今劇の言葉を思い出して一つ妙案を思いついたぞ。この陣九郎の魂魄が天門をくぐり天界の神器を浴びて喝殺自在の神通力を手にすれば黒蜜などいるまい。なんと恐れ多いことを。地獄巡りだけでは飽き足らず、今度は天に乗り込むと申されまするか。天魔となりお前をはべらせ衛星を生きるのも悪くはない。伊勢天神の細道、高間ヶ原に入る道を教えろ今菊。そんなことをしでかせば諸神お怒りにならぬはずがありません。どうかどうか
お許しを旦那様。いいや、コンギク、案内せい。
筋金入りの温泉好きだな。こうも出くわすと他人のような気がしねえ。おめえの名前は？いや、やっぱり名前を聞くのはやめておこう。人にはいろんな事情ってもんがあらな。ここは温泉好きの温泉仲間ってことで、まあいいじゃねえか。こうして湯に浸かって川の音を聞いてりゃ、嫌なことなんて全部忘れっちまう。誰がどうとか小せえことだ。我がおぼろ流は天神鬼神すら両断する。うまくいけば明神をも超える神通力を得るやもしれんぞ。